はい、どうも大佐明葉でございます。今回はですね、まあ本当に黒人音楽というものが、これから世の中で大きな役割を担うというようなね、まあテーマでですね、今現在ですね、まあ白人警官がですね、まあ黒人をですね、まあ抑えつけてですね、まあ殺しちゃったというまあ事件があって、まあそれでですね、アメリカですごいデモがね、勃発してるというような、まあこういったアメリカの状況において、そういった差別撤廃をね、主張するような、まあそういったデモがですね、もう本当にアメリカ中で行われていて、で、まあ本当に大変なことになっているということでね、アメリカが、そしてまあ今黒人差別とか、まあ、そういった差別というものがですね、まあ、すごいですね、社会問題として問題になっているというような、まあ、こういった時期にですね、まあ、ある意味ですね、まあ、こういった本当に差別とか、まあ、そういった事象に対して、まあ、本当に今まで音楽というものがすごい功績を残してきたり、まあ、そういった社会の混沌としたこの事実に対して理由とか、まあ、そういったものをこう物申しているというかね、今までの歴史の中でそういった差別とか、そういった、本当に混沌とした、まあ、歴史の中でその音楽というものの役割が非常に大きかったという、まあ、歴史があります。で、まあ、今回は黒人差別というようなテーマでございますが、やっぱりその音楽を作ってきたのも黒人であって、で、まあ、そういったブルースとか、まあ、ロックとか、まあ、ポップスなんかもやっぱりこの起源ってなったらやっぱ黒人であって、まあ、そういったね、今までのこの黒人差別とか、まあ、そういった問題に対してやっぱその黒人の音楽というものはね、かなりですね、まあ、その社会を変えてきたわけでございます。なので、まあ、大変な時期においてですね、まあ、黒人音楽とか、まあ、そういった音楽の力というものがね、かなりやっぱ影響してくるんじゃないのかなというふうに、思ってですね、まあ、今回こういう動画を撮ることにしました。はい、ということで、まあ、今回こういったまあ事件があったことによって、様々なですね、アーティストとか、まあ、音楽業界というものがですね、そういった差別撤廃をね、まあ、訴えデモというか、訴える、まあそういった運動がね、まあ繰り広げられてるわけでございます。まあ事件がね発生した後、 SNS とかでミュージシャンがですね、真っ黒の、自分のインスタグラムとか、まあね、そういったもう SNS に真っ黒の画面をこう投稿して黒人差別を撤廃するような、まあそういった、動きを見せたりですね、まあ音楽業界中心にですね、The show must be paused というね、まあショーは中断しなければならないというようなハッシュタグが流行っていてですね、まあこんな状況だからショーを一旦中断しようと、まあ音楽やってる場合じゃないと、音楽のビジネスを一旦止めようということで、まあそういったね、黒人差別の差別撤廃運動というものがね、まあ、行われている状況でございます。まあ今はね、まあもちろんデモとかがあったりするんですけども、まあそういった SNS でやっぱその差別反対をこう訴えるということがね、まあ盛んということで、まあ、今回の動画は、まあ、僕がね、まあ、その、自分としてのこの思想とか、まあ、差別に対する思想とかですね、まあ、そういったものを言うような動画じゃなくてですね、まあ、今までの歴史の中で、やっぱ音楽というものが、その黒人差別というものにどれだけやっぱり影響を与えてきたのかということをね、まあ、まあ、主な軸として、喋る動画にしようと思います。まあ、本当に今こうやって音楽業界というものがですね、まあ、本当に一丸となってですね、そういった差別撤廃をね、まあ、そういった、求める運動というものが行われているこの中でですね、これからね、音楽というものがどれだけ、本当に大きいもの、役割を果たしていくのかということをね、まあちょっとね、考えてみようかなというふうに思います。SNS とかで見られるこの動きというものはですね、まあ音楽業界からしたら、その音楽業界が盛り上がるためには黒人がなくてはならなかったということを言って、黒人なしではここまで音楽業界は盛り上がらなかったというようなね、まあ主張があるんですよね。で、本当にその通りで、まあそのブルースとかロックとか、ポップスっていうのもやっぱりその起源が黒人であって、黒人たちがこう音楽を作り上げてきたと言ってもね、過言じゃないような感じですね。で、白人とかはね、まあ結構そういったブルースをね、真似たりとかね、してたんですよ。例えばローリングストーンズとかはもともとね、まあルーツ音楽が結構ね、最初の初期の活動では多かったんですが、まあやっぱその、まあミック・ジャガー、そしてキース・リチャーズなんかはそういった、ブルース、マディ・ウォーターズとか、まあそういったものにこう影響されてたりとかするんですよね。で、そういった意味でやっぱそのみんなが聴いてる本当に有名なロックンロール、まあビートルズなんかもそうなんですけども、まあそういったものがね、そういった人たちが影響されてるのってやっぱりそのブルースとか、そういった黒人音楽というものがやっぱ主なんですよね。で、まあでもシティ・ポップスとか、まあポップスにおいても全くそうで、本当にやっぱそういったジャズなんかもね、本当にやっぱ起源は黒人なので、やっぱ音楽業界があるためにはやっぱ黒人がいなきゃならなかったということで、やっぱそういったね、黒人音楽に恩恵を受けたその音楽業界というものが、まあ、こういった差別に対して本当にデモを起こしているというような状況でございます。で、まあそういったこういったね、差別運動はですね、本当にソニーミュージックとか、まああとユニバーサルとかですね、キャピトルレコードとかですね、まあ本当に大手のレコード会社とかですね、まあ本当ビルボードなんかもね、一丸となって参加をしているというような感じでですね、まあこのね、まあ時期はですね、まあ黒人差別の撤廃のためにね、一旦ビジネスを中断して、まあそれぞれできることを実行するように呼びかけたというような感じでございます。で、やっぱね、初めてそのプロテスト的な意味で、その黒人音楽というものが、まあ認知されたというか、流行ったというかね、世の中のこう関心を得たのがですね、やっぱ最初ジャズなんですよね。ジャズっていうのは黒人文化をまあ代表するようなまあ音楽であって、まあね、そういった黒人がやっぱメインだったんですよね。で、ジャズっていうのはその本当に昔ですね、まあジャズが始まったぐらい
らいの時にですね、まあ、白人の間では黒人音楽だからということで、まあ、本当に差別が色濃く残っているこの世の中で、まあ、本当に低俗な音楽として、まあ、こうレッテルを貼られてたわけですよ。で、徐々にですね、こうアメリカでこう社交ダンスとかね、まあ、そういったブームが起こるにつれ、ジャズ音楽っていうものがですね、ジャズミュージックっていうものが徐々にね、人気を得てきたわけでございます。その当時やっぱ黒人からしたらやっぱその白人に認められたということでね、まあ、本当に喜びがあったわけでございます。そのスイングジャズっていうものがこう絶頂期を迎える時にですね、本当にあの黒人よりもやっぱ白人がね、まあ、その演奏するジャズっていうものが増えていってですね、黒人音楽というものが認められていったというような歴史があります。やっぱその当時も結構ですね、1930年代とかに、ね、白人ジャズというものがねすごい主流になってきたんですが、やっぱその当時まだ色濃くね黒人差別というものが残っていました。で、まあそういったね黒人差別が残ってた状況で、その世の中に物申した、まあ、シンガージャズシンガーがね一人いるわけでございます。これがですね、まあ、ビリー・ホリデーというね黒人女性ジャズシンガーでございます。本当にこの方はすごい方で、まあ、この方の代表曲である、まあ、奇妙な果実というね、まあこういったね、まあ、歌を出したわけですよ。で、今までね、そのね、ビリー・ホリデーはね、この恋とかですね、まあ、そのロマンス的な音楽がね、ジャズとして出してたんですが、初めてですね、まあ、ちょっとその世の中の、黒人差別ふざけるなというような感じで、こう、物申す系のね、歌にしたわけでございます。まあ、その社会批判的なね、まあ、プロテスト的な曲を出したわけでございます。奇妙な果実っていうのは、こう、白人がですね、黒人をね、まあ、差別の状況でリンチをしてですね、黒人の死体をですね、まあ、本当に木にぶら下げてしまうと、本当に残虐な事件があったんですよ。それをね、ありのままに、その描写をありのままに歌ったんですよね。まあ、ちょっと歌詞を、ね、引用すると、南部の木に奇妙な果実がぶら下がっている。葉にも根にも血が滴っている。黒い死体は南部のそよ風に揺れ、ポプラの木から吊るされている。華やかな南部の田園風景。膨れた両目、歪んだ唇。マグノリアの甘い香りは間もなく肉の焦げる匂いに変わる。カラスがついばみ、雨が打ち、風に朽ち、太陽に腐り、木から落ちるこの果実。奇妙でひどい果実というね、ほんとちょっとね残酷というか、まあ本当にこの残虐な描写というものがジャズというその音楽の中にこう組み込まれたわけですよね。でそれを聞いたみんながちょっと背筋が凍ったわけですよ。まあこういった現実がある、まあそれは知ってた、黒人差別は知ってたんだけど、まあこういった現実を歌としてこう代弁されてしまうと、やっぱこうみんなのねなんか心の中でちょっとわだかまりが増えるんですよ。まあこういったことがきっかけで徐々にそのふざけるな黒人差別というような意識がどんどん広まっていくわけでございます。でまあそのビリー・ホリデーさん自身がですね、やっぱその父親がですね、まあその終戦後第一次世界大戦で負傷した父親がすごい傷を負っていて、もう今にも死んでしまいそうだった状況だったらしいんですよ。でもその時もやっぱ黒人差別があったことによって、本当にその病院にねなかなか入れてもらえなくて亡くなってしまったというね、ビリーさんのねまあ本当実話に基づいて、まあそういった出来事がきっかけでこの歌を歌おうということでね、まあ世の中に物申したわけでございます。そういって徐々にこのジャズというものがその黒人としてのまあ本当にその文化としてどんどん上がっていったわけなんですが、ジャズといったらやっぱりこのチャーリーパーカーとかね、この後どんどん黒人のジャズシンガーというものが本当に脚光を浴びる時代になっていきます。それでですね、まあその本当にまあ、ジャズというものがすごいね、こう、やっぱ黒人の文化として取り上げられるようになって、で、そこからですね、まあ、本当にブルースというか、まあ、そういったロックンロールが1950年代とか60年代にね、出てくるわけでございます。チャックベリーとか出てくるわけなんですが、エルビス・プレスリー、まあ、本当にすごいね、世界を代表するミュージシャンのエルビス・プレスリーなんかも、やっぱですね、その黒人とかの、まあ、そういった音楽のルーツというものを、真似てですね、まあ、そういったその、まあ、真似たことによって、白人がその黒人の音楽をね、真似ることによって、こう徐々に人気に火をつけたわけですよ。だから結局起源は黒人の音楽を、まあ、白人が真似る。だからエルビスも結局そうなんですよね。そこがルーツで、そこを真似たことによって脚光を浴びるわけですよ。だからそこから徐々にですね、まあ、そういった黒人音楽というものが脚光を浴びてきます。でブルースなんかもやっぱそのさっき言いましたけどマディ・ウォーターズとか、本当に B.B. キングとかですね、バディ・ガイとか、まあ、あの辺のね、まあ、ブルースシンガーとかがこうね、その世の中ですごい人気を得るようになって、そこからロックンロールというものがね始まったわけですよね。本当にチャックベリー、そしてまあローリングストーンズとか、まあそこから徐々にこうね、ロックンロール、ブルースからロックンロールに変化していったわけでございます。で、それがやっぱりその起源は黒人音楽。まあその黒人音楽を全くそのまま真似たりとか、まあ自分なりにこうオリジナリティをね、黒人音楽をこう真似たことによって、ロックンロールとしてこの世の中的には本当にその音楽ビジネスがこうね、でかくなっていったわけですよ。そしてですね、まあポップスとしてはですね、マイケル・ジャクソンが出現したことによってすごいですね、脚光を浴びるわけですよね。で、最もですね、その音楽というものが世界を
変えるきっかけになったのがモータウンなんですよね。まあ、モータウンっていうのはですね、1959年に創業者のベリー・ゴーディがですね、アフリカ系アメリカ人史上初のレコードレーベルの経営をしたわけですよ。まあ、そのことによって、まあ、黒人音楽というものが一気にね、広まるね、役割を担ったわけですよ。まあそれがね、まあモータウンというね、ものなんですが、本当にセンスある、才能ある方々がね、徐々に出てくるわけですよ。黒人アーティストたちに歌のね、才能とかをね、やっぱその見出して、そこから音楽を売っていくというようになったわけですよね。例えばね、本当にその有名なアーティストで言うとですね、例えばスティービー・ワンダーとかね、マーヴィン・ゲイとか、スモーキー・ロビンソンとかですね、本当にジャクソン5もその一員でございます。テンプテーションズとか、まあそういったね、ポップス、ロック、まあいろんな方々がですね、まあ本当このモータウンサウンドと今では言われるんですが、そのモータウンで黒人音楽の火付け役になっていくわけでございます。ということから分かるようにですね、本当に黒人音楽というものはこの音楽業界に、我々が今聴いてる音楽に多大なる功績を与えたわけですよ。だから、これまでやっぱその黒人差別があったけど、やっぱ音楽というものの力でそういった差別を乗り越えてきたという歴史があります。はい。そしてまあたびたび黒人差別というのは問題で取り上げられるんですが、まあそういった中でもやっぱ動きっていうのはあって、例えばウッドストックライブですよね。ウッドストックライブっていうのは、まあ、野外フェスの原点というふうに言われてるんですが、まあ、その当時ですね、まあ、その世界が混沌としてたんですよね。人種差別をこう訴えるね、例えばそのキング牧師とかがこう暗殺されたりとかですね、まあ、ケネディが暗殺されたりとか、まあ、あとアメリカはベトナム戦争で、ね、介入したりとかしてですね、まあ、本当にね、まあ世の中がね、混沌としてた中で、じゃあ我々音楽ができる平和とは何だろうということで、でっかいフェスティバルがね、40万人、50万人の参加者がね、来たというようなね、ああいったことでこう音楽というものがそういった混沌とした時代の中に入っていって、まあその人々のそういった不安とかを和らげてきたというような歴史があります。ビートルズなんかもね、その黒人差別についてどうなんだということで、まあ人種隔離なんて本当に馬鹿げてると、音楽は全ての人のためのものだということを言ってね、世の中をこうわっと沸かせたりですね、あとまあ本当にビートルズの有名な、まあポール・マッカートニーのね、まあ曲でありますけど、ブラックバードなんかもね、まあリトルロック高校事件というものをこうね、まあその影響を受けてらしいんですが、まあ、そういった、黒人差別について、まあ、やっぱ歌ってるというか、まあ、そういった背景もあってですね、やっぱ今までこの音楽というかミュージシャンたちっていうのは本当にこういった差別とかっていうものをやっぱこう、反対して訴えて、それで世の中にこう、インパクトをね、与えてきたというような背景があります。まあそういったね、まあこともありですね、やっぱ本当にこの差別というものがいかにね、馬鹿げているのかというか、まあそういったものがですね、本当に音楽というもので、すごい影響を与えてきたという、まあ歴史が あるんですよ。で、まあ今回もですね、まあ今の世の中というまあ SNS がやっぱ主流な時代なので、まあ本当にミュージシャンの方とかが SNS でこう主張したりですね、まあそういったことがね、まあ多くなるようになってきました。まあそれによってやっぱその黒人差別撤廃というような動きはさらに加速していくんじゃないかというふうに思います。で、まあ今後もね、やっぱその、まあ今コロナウイルスとか、まあアメリカなんかまあその全世界なんですが、コロナウイルスとかですね、まあ本当にそういった差別問題とか混沌としてる中で、まあこれから音楽が発する力、本当にライブとかは今ね、できない時代なんですが、今後こういった SNS で、そういった音楽というものの力というものがこう大きくなんか出てくるんじゃないのかなとなんとなく思います。やっぱね、時代を変えてきた、そういった差別とか、まあそういったものを変えてきたものが音楽であって、今後もそれは変わることがないし、今この状況だからこそやっぱその黒人音楽とか、まあ音楽というものが大きな影響を与えるんじゃないのかなというふうに思います。ということでですね、これから音楽がどうなっていくか楽しみでございます。ということで、以上でございます。ありがとうございました。